大阪都構想を掲げてきた橋本知事は、これまでも首都東京のバックアップ機能を大阪が果たすべきと主張してきました。橋本知事によりますと、今日の会談では災害やテロを想定し、大阪に副首都を作ることで石原知事と合意したということです。場所については伊丹空港を廃校にした跡地も候補になるということです。